演武開演。どうも、本日はこちら黒川のたくあんきんぴらというものを食べてみたいと思います。この黒川という場所はよくわからないのですが、お袋の味ということはその場所ではメジャーなお料理ということなのでしょうか。きんぴらと聞くとごぼうや人参を思い浮かべますが、たくあんなんてあるんですね。たくあんって実はあんまり得意な方ではないんですが、どんな風なのかな。まずは、まあとにかくご対面。なんだろう、なんか独特な香りというか、そんな感じがしますね。では食べてみたいと思います。いただきます。たくあん特有のボリボリした食感は結構残っていて、それを噛みしめるとちょっと辛いですね。これ唐辛子がピリピリきます。ピリピリきて、さらに大根の味もちょっと残ってましたね。あの大根の味、自分はあまり得意ではないのですが、好きな方にはきっとお好きなのでしょう。ご飯が欲しくなりますね。やっぱりきんぴらはごぼうや人参以外のきんぴらもあるということを知ることができたのはとっても大きなことでした。今度は自分でも作ってみようかな、オリジナルのきんぴら。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。苦手なんでこの点数です。延々。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。